ほんで、そのうちはロッジに入ってないし、フリーメイソンに入ってない、抜けてん。で、その、だから一回もないし、そのフリーメイソンの象徴やからね、うちね。その構成員じゃなくてね。うちの中にフリーメイソンがあるって言い方もあるけど。ね、だから、その、ね。だから、その、教える資格がないね、別に。まあ、これネットでね、こうやって概論言うだけです。それは、アメブロにそう書いたでしょ。ネットで概論言いますよって。この資格は持てる。あとはもらってない。つまり個別にっていうのは、その、まあ、どの程度っていうのも本当に知れてるし、それよりもその、ちゃんと日常生活の基本がないと、魔術やったら死にますよってとこから入るから。いや、そこをなんとかって、どういう意味やろな、日常生活をちゃんと、その、心身ともに組み立てていないと、で、鍛え上げていないと、魔術なんかやったら死にますよって言ったら、弟子になりたいって言うと、いや、そこをなんとかって、どういう意味魔物が喋ってんの、その、お弟子さんになれた人の中から。そこをなんとかってどう解釈したらいいの。いや、この体は朽ち果ててもいいから。中身の私に、ブーってやってんの。あかんやろ、公序良俗違反じゃ。今の分からんから、ジャーマヘビって書くけど。ついてるいみたいなやつ。あかんって、それ。何がついてるいや。丸ダブルセーブついてるいやろ。もうやめて、その、しょうもないの。結局なんかいいことあったら、あれ。丸ダブルセーブついてるい何言うなんや。もう丸ダブルセーブってその、その言葉の勢いでもすでにやられるけどね。で、そのポーズもあったから、ああいう意味じゃないねな。で、あれだけ訓練したらわかんねんね。な、だから、なんか文章書いた後に、なんか、丸ダブルセーブって、丸ダブルセーブついてる、ポンポンポンとか、そんなんだけやっても、しゃあないで、な。その、ゲルガと、ガルララーでゲルトが、ガルデリアとか、意味ないやろ、こんなんできたから。いや、そればっかりだけども、しゃあないや。な。そういう生き物になってもあるで。体鍛えるとそう見ちゃうね。悪いけど。わからんかな。もうテンパっててわからんねやろ。もうそれだけでいいのとか言って。え、それだけでいいんだ。それだけで願望成就しろんだって。するかいな、そんなもん。ほな、願望成就したいと、みんなそれやってんの。うんうんとか言って。じゃあ、A さんが好きって時に、二人とも書いてたら、どっちも丸ドロブスセレブついてるのって言ってたら。どうなんの？2人で、つまり3人で、何それそんな綺麗な目して言うなって、現代やぞ、ここ。で、イスラム教訓で、ダメ、それはって、なんでやねんって。たくさんオスカーちゃん。たくさんオスカーを。ちゃちゃちゃ。いや、あれはダメなのって、なってて、イシュマエルが悪いからって、どこに書いたんだ。そんなこと明らかに善人やんけ。ちゃんと読めや。イサクの方が怪しいやんけ。イシマエル明らかに善人やろ。読んだんか、ほんまに。キレイクセンション。うちもうろ覚えやけどな。でもあれは読んだです。あの、手塚治虫さんの。それでいいやん。それも途中までしか出ないのかな。何かとめんどくさかったから。善人やで。その、怪しいの、油のとか怪しいやと考えても。魔術師とバレバレやんか、あんなもの。とか、メルキセデク。怪しいにも限度があるやろ。ありがたがるなよ。何が聖なる人たちや。おかしいって思わんか、読んでて。嫉妬深い神とか。何それ。クトゥルーか。
なぐらい、ちょっと肩、頭の片隅に入れんとあかんでって言いながら、ユダヤ教徒の人は、え、どうしてですか、あれは魔術師匠ですよ、的な、ひなおるじゃない、なにひなおり、おい、禁止じゃなくて間違えた。廃止じゃなくて、じゃあそっちじゃなくて。はい。いや、言い直られて、言い直れて、開き直られて、でも、言葉ちゃんと知っときや。で、しょっちゅう使うこと。せやと、いざっていうとき、あ、取られちゃったって。なんだっけ、なんだっけって。また、少女時代の女の子やったら可愛いよな。おばあが、あ、取られちゃった、今の記憶。なんだっけ、なんだっけって。やめろ、稽古って蹴られるやろ。誰やだ、稽古って。日本初どころか世界初のコスプレイヤー虫プロンで、二人きりだったらしいってですから、そういうだけ見たけどリボンの騎士のコスプレだったんだって竹宮恵子さんが作ったんちゃう自分で例えばこんなんでしょ先生とか言っておおちょっとデッサンするから座りたもん世界初のコスプレイヤー竹宮恵子アマデラやったからデラってちょっとあれやったいまいちやなあれだけなんか変やな竹宮作品なんか浮いてるよねあれだけアマデラやったらよかったのになそれも浮くよねそれでも何やったのか浜那須江やったのかんのかな浜寺屋じゃなくて浜那須江何の案がか分からんけど足まって忘れちゃったあ取られちゃったなあ何でしてたよ女もファラオの墓か竹宮作品もうめんどくさくて読んでんのちゃう忙しいね失礼やろめんどくさくて読んでんのほな買うなよ忙しいから読みたかったけど読んでないねんまだあんたのせいで ほんまにも読んだら始まったりしてなんか契約ですとかで夜中寝てるときうーってファラオじゃわしまないでパロのせいパロのパロディクリモトパロディを倒せとか聞こえてくるどうするファラオの墓のパロディパロの二人を倒せとかってどうなったんですかってグウィンドとかどうすんねそんな違うやろ違う話声優やれへんから忙しいって言ってるでしょいろんな声出せるからってその杉田先生と別れたらな杉田美穂先生と別れたらうちいろんな声出なくなるよ吉田翔陽の声でどんなんやったか出してみなこんないっぺんその声だよやめてアギア整形ってなっちゃうな関係ないけどで高須のたちは何て言うかな高須ギャグ高須かごやじゃなくてなプチ高須かごやなって間違えた酵素風呂でもないし酵素風呂クッキングでもないしうまく言えない気持ちがじゃなくて気持ちがじゃないやろ考えがやろちゃんと定義しないとほんまむちゃくちゃになるからねこうやって戻ってこられへんやろ君ら真似してもそれはね毎回ね人生生きるために毎回その時の脳を鍛えないとダメだよ前の人生で鍛えたからもういいんだじゃダメやね毎回脳って鍛えなあかんねん生まれるたびにそういうのとこんな風に着地できへんからな丸ダブルセーブついてルイで宇宙がルイ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 出ちゃうおい、チドンはないのか、チドンはないのかって叫びながら、チドンってなんだっけって。で、壁ドンと間違えられて、チュ。チュドンだから、壁ドン、足ドン、チュドン、チュドンだと刺さるんだよ、壁にチューって。提供は、
日曜日だから行ってみたわよね。